ウエストコーストはアメリカ合衆国の競争場、シュボバである。主な価値倉は2017年のトラバーズ・ステークス、ペンシルベニア・ダービー。2014年5月14日に誕生。2015年9月のキーンランド一切馬セールに上場され、ウエスト被災によって42万5000ドルで購買された。遅生まれのため、バシュザイドの方針で、 クラシック出走には関わらずにじっくりと時間をかけて育成された。2017年2月にデビューを迎え、2戦目で勝ち上がった。3戦目のレキシントンステークスは2着に敗れたが、自走から3連勝でロスアラミトスダービーを制して、重賞勝ちを収め、真夏のダービーと称されるトラバーズステークスへと駒を進めた。同レースには、ケンタッキーダービーは、オールウェイズドリーミング、 プリークネスステークスはクラウドコンピューティング、ベルモントステークスはたっぷりとも出走し、1982年以来35年ぶりにクラシックカチウマ3頭が顔を揃えた。その中で G1 初出走の見ながら2着にンバシに1、4差をつけて鑑賞し、一気に世代の主役へと踊り出た。ボブ・バファー都市とマイク・スミス騎手のコンビは前年のアロゲートに続く。 同レース連覇となった。初 G1 制覇から1ヶ月後のペンシルベニアダービーでも早め先頭から直線で差を広げ、2着に七馬ン1、4差をつけて圧勝。安状のスミスも3歳馬に敵はいないと評し、コバとの対決が期待された。ブリーダーズカップクラシックは4歳の強豪ガンランナー、アロゲートに対する3歳世代の代表として迎えたが、先行した。 ガンランナーと同級者の4歳馬、コレクティットには迫れず3着に敗れた。クラシック三冠レースには未出走ながら夏以降の活躍が評価され、エクリプス賞最優秀3歳母バに選出された。2018年はペガサスワールドカップで再びガンランナーと対戦したが力の差を見せつけられる形で2馬新半差の2着に敗れた。 しかし、3着のガンナベラには10馬身3、4の差をつけた。その後は、ドバイワールドカップに遠征したが、レコードかけした、サンダースノーに5馬身3、4差をつけられてまたも2着に、敗れた。帰国初戦のオーサム・アゲン・ステークスでは、アクセラレートの2着となる。同レース後に翌年からの種ボバ入りが発表され、ラストランとなった、ブリーダーズカップクラシックでは7着と、 障害発の大敗を喫して現役生活を終えた。以下の内容は、イクイペースの情報に基づく。2019年からレンズエンドファームで種ボバ入りした。初年度の種付け料は3万5000ドルに設定された。ありがとうございます。